私的にものすごいスカだった義妹の一言。私の実母は亡くなってて、今日生まれた子を連れて墓参りに行ってきた。その後、夫実家に行ってご飯を食べてた時、とめが。でも、嫁子ちゃんのママさん悪いけど亡くなっててよかったわあわら、孫ちゃん一人占めできちゃうものねえわら。と明るく言った。食卓硬直、私は、全身の血が、スーッと下に降りる感じがした。箸を握りしめてブルブルしてると、義妹が、ご飯を黙々と食べながら、しれっと、お母さん死ねばいいのに。一瞬、唖然として、義妹を思わず見つめたら、私が結婚して子供産んだら、お母さんが、私の姑に言われるんだね。トメは、自分の言ったことを再確認したらしくおどおどと、謝ってきたが、義妹は、悪気ねえのが一番たち悪い。とだけ言って、さっさと席を立った。涙が止まらなくなって、ヒックヒックと泣きながら、そのまま子供抱いて車に乗り込み、エンジンをかけた。夫が乗り込むまで待ってたけど、乗る直前まで、夫はトメを怒鳴りつけてた。運転を代わってもらって落ち着いたけど、きっと、夫や私が、何を言うよりも、娘の一言は聞いただろうな。その後の書き込み、トメが手紙で謝罪してきた。わざわざ家に来たみたい、切って貼ってなかった。お詫びしたいので、食事に行こうとのこと。さらに比較的近いということと、実母がいないということで生まれてから、結構世話になってたんだけど、また、孫と一緒に遊びに来てほしいとか。夫に、今顔を見たら泣くかわめくか、もしくは殴っちゃうかもしれない。親になって、余計に母親を思う気持ちに拍車がかかってるし。と淡々と伝えました。夫が断りの電話をしたら、義妹が出たらしく。言っとくよ。と頼もしい返事。それを聞いて思わず、のほ、笑って言ってしまったわら。ちょっとしたら、本当に2から3分わら、義妹から電話があり、兄夫婦には関わるなって言ってんでしょうが、って言ったら黙ったよ。それを聞いてまた、のほ、わらわら、夫が、うとめたちの様子を聞いたら、何かとめは迷ってるらしく、夜一人で黄昏れたり、突然さめざめと泣くらしい。でも義妹が、涙出てないよ。とか、こっそりやってるつもりだろうけど、見て見て、アピール強烈に出てるよ。とか言って撃退してるとか。そういう時は、必ず誰かがいるところでやって、そう言われると。私は本当に悲しんでるの。精神的に参って、急に泣きたくなったの。と、わら。なんというか強すぎだよ。義妹わらわら。ただ、無実のうとがなあ。トメのしたことを諦めて受け入れたらしく、義妹に、俺も合わす顔がないと、ちょっと寂しそうだそうで。そちらは、いつか必ず和解できるはず。それにしても、あんなひどいこと言ってから、まだ2日しか経ってないのに、こっちが、すんなりと笑顔で許せると思ってんのかな？あとは長期戦、名無しになります。